日本埼玉県上尾市平塚平塚は埼玉県上尾市の町名。現行行政地名は大技平塚及び平塚一丁目、二丁目、住居表示水市地区。市の統計などでは上平地区で分類されている。郵便番号は 362E-0011。埼玉県東部で。 上ゲ市北東部の大宮大地上に位置する南北に長い区域を有する。北足立郡稲町との境界となる低地を原始、沼川が流れる。その低地と大地の境界は、傾斜が緩やかである。地区の東側を北足立郡稲町、小室、南側を原始屋に次ぐ、西側を上ゲオや上ゲ村、北側を菅谷や塚田にと隣接する。地区内は、 埼玉県道5号埼玉省武線を境に、西側が市街化区域で、純工業地域に指定された区地化が進むが、市街化調整区域となる東側は原子、沼川付近に、開発の手が加えられておらず、原風景を残す。北部の平塚1.2丁目も市街化調整区域で、大大都団地と称する住宅団地も見られるが、主に工作地である。工業地の地下は、 2018年1月の都道府県地下調査によれば、大和平塚らつあざ大佐2098番1倍の地点で48万4千円平方メートルとなっている。元は江戸時代初期より存在した武蔵国足立ち群、あげ尾りに属する平塚村であった。村高は昭法年間の武蔵国連縁簿では、平塚村として265国余り、 原禄号町では上平塚村として73国余り、中平塚村として155国余り、下平塚村として104国余り、天保号町では上平塚村として100国余り、中平塚村として196国余り、下平塚村として104国余りであった。個数は上平塚村は、火星期で23件、中平塚村は不明。 下平塚村は1858年では21件で、人口は126人。村の規模は上平塚村として、東西10町南北15町あまり、中平塚村として、東西5町半、南北6町あまり下平塚村として、東西4町、南北8町あまりであった。地名の由来は当地に、緩やかな傾斜の塚が存在していたことにちなむ。 1875年の農業産物校は、武蔵国軍村市によると、米160国、大麦372.5国、大豆20.5国、干所19000巻であった。当規模上は、今もなお存在する小技を含む。2019年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。地区内に鉄道は付設されていない。最寄り駅は高崎線は上尾駅であるが、大和平塚あざ大佐2098番1倍の地点よりおよそ 2.8km 離れており、下記の路線バスが主要な交通手段となる。地区の西境付近に埼玉県道5号埼玉勝負線のバイパスの延伸が計画され、 2020年現在、あげオハスダ線付近まで工事が進捗している。また、あげオハスダ線のバイバスや、都市計画道路あげオい線の延伸も計画されている。あげオ駅から、平塚住宅周辺への路線バスが運行されている。これ以外にも平塚1922番地の場所に、指定天然記念物の熊谷総寺聖地があった。ありがとうございます。